京急さん行ってらっしゃい。で、まあ降りたのが大鳥駅です。今回のあの三陸鉄道の旅を同行していただく K さんが今横にいらっしゃるんですけど、こんばんは。K さん、ここ東京やんね。東京、東京。もうアホみたいな、もうおのぼりさんの質問でね、あの、まあ、ガストに行こうか、あっちに松屋があるなみたいなね話をしてました。ここでも食べれる。はい、お疲れ様でございます。あの、我々東京来たにもかかわらずガストで晩ご飯美味しかったですね。です唐揚げ、やっぱり唐吉の唐揚げ美味しいね。全国一緒ですね。はい、で、本日2024年の2月の21日水曜日でして、明日我々22日の木曜日、私は年休で、え、K さんは年休やったっけ。 K さんは高級休み、はい、で明日我々ちょっと三陸乗ろうと、はい、いうことで、そのスケジュールの概要を説明いただけますでしょうか。ここから行きます。あの、ホテル出発から。ホテル出発は早いですけど、5時半。我々泊まるのがちなみに変なホテル。変なホテル、はい、朝の5時半出発。朝5時半、はい、で、京急大鳥駅から品川まで乗ります。はいはい、まず東京駅向かうねんね。そうです、品川から JR 乗り換えて東京、はい、で6時32分の東北新幹線、うん、はいはい、はやぶさで、どこまで行くんでしたっけ。二戸っていうところが青森県なんやね。まずは新幹線で青森まで吹っ飛ばします。はい、それがこの JR 東日本の乗り放題の一番いいのチケットね。はい、で二戸行ってどないすんねんと。こっからちょっとワープで、うん、JR バスのスワロー号、その二戸の場所から久慈でしたっけ、三陸の久慈駅っていうのが横に向かうねんね。そうです。なるほど。鉄道だったらぐるっと遠回りになるんで、うん、ショートカットします。これバスってね、万が一明日なんかあの事故とかなんかあったら久慈に行けない可能性もないことはない。行けないです。なんちゅうスケジュールや。まあまあ一応行けるもんやと仮定して、はい、で9時から今度降りてくる。で降りて、9時から三陸鉄道、はいはいはい、ここでウニ弁当買えたらいいな。あの、それ K さんはもうウニ弁当食う気満々なんやね。買えたら買いたいな。ウニ弁当でも高いんでしょ。3年ぐらいするんじゃん。2000円。あ、弁当2000円するの、はい、俺もちゃうの食うわ。ほんで、ここが三陸鉄道で、はい、まず宮古まで、はいはいはい、これは宮古行きなんで、ここで終点、うんうんうん、で乗り換え便が15分ぐらい。15分やったらあんま外でに出れる感じではないか。はい、ね、はい、でそこから今度は釜石行き、うんうん、で釜石で乗り換え、これも終点なんで、うん、次が釜石発、これもまあ15分ぐらい。なんかどっかでうどん食うって書いてなかったっけ。そうですね、この宮古と釜石それぞれどっちかで。ごめん、ウニ弁食うてまだうどん食うの。まあ、食えたら食う、ね、あ、それはお腹がいけるんやったら食う。そうですね。なるほど。私は逆に食おうかな、そこで。ネタも取りたいんでね。なるほど。で、最終盛り駅まで行って、それが三陸の、だから終点ではないけど盛り駅が終点。あ、終点なの。終点、終点。三陸の一番南まで行くと。そうです。久慈が一番上。九時から三、そうそう、九時からだから盛りまで三陸は無通しで、ね、なるほどね。貫通ということですね。はいはい。で、だからあの外の海の景色とかも見ながら、了解です。で、そこからは、うん、BRT、 乗り換えの、はい、で、あの、あそこですね、一本松は津波の、うん、津波のやつね。はいはい。で、ちょっとまあロスがあるんで、うん、うまくタクシー1メーターぐらいで行けたら。あ、なるほど。タクシーで行きましょう、ここは。ね、せっかくですから、ね。1メーターやったら1人3、400円ぐらい。ぐらいタクシーで行けると。なるほどね、はい。了解。で、そこから最終また気仙沼まで戻って、うん、ローカル線で一ノ関。一ノ関が今度また新幹線の駅。新幹線。今度一ノ関からもうあとは東京。東京方面に下ります。で、私は東京まで行くんですけど、ケイさんなんか別のところで降りるんですよ。大宮で降りて、どこ行くんですか、あと長野まで。大宮からもう一回長野県行くの。これで乗れるんで、これで長野まで行けるの。行きます。いや、ごめん、ほんと関西帰らなあかんやん。夜行バスで行きます。え、長野駅からも夜行バスで帰るの。ごめん、それ夜行バス帰るのは土曜日。え、
ちゃうわ、我々金曜日の朝つく。金曜日はさすがに休みやんね。しようしようかな。あのすみません、Kさん、だいぶちょっと頭おかしいなって。え、ごめんなさい、このスケジュールで夜行バスで長野から大阪帰って、そんな仕事すんの？大丈夫な、それ。ちょっとだいぶ、今も目の前で2体が笑ってますけど。まあ私も一回り以上若いもんね、41やったっけ。まあまあ、もうおっさんですけどね。まあというちょっとね、あの強行スケジュールなんですけど、まあ、目いっぱい楽しみたいと思いますんで、はい、あのまあデネブチャンネルでもですね、動画を撮れたら頑張って、後日アップしたいと思ってますが、今回ね初めてテロップとかね概要欄なし皆さんお許しいただけたらと、ちょっとねいっぱい撮ろうかな思ってるんで、はい、ぜひ皆さんお楽しみください。しばらくお待ちください。では行ってきまーす。 Kさん、目の前に変なホテルありますよ変なホテルっていう、あの名前の自体も変な感じでねここですね、変なホテルさん。お前結構お客さん いらっしゃるね。チェックインのお客さんめっそおるやん。シャトルバス、今日本当はね、もともとシャトルバスで来ようかなと思ってたんですけどね。恐竜の接客や番号かなんか入れるの。こっちはちょっと人の接客もあります。ここは現金で払うんですね。カード精算もありやね、これでね。はいはい、なるほど。1万100円、これ2人で1万100円の、1人500、あ、じゃあ550円ちゃうわ、5050円。お安いやん。アメニティバー、あ、歯ブラシ、お茶はお部屋にあるんですね。あ、もう一個もらっとっていいですか。で、なんかガウンはフリーサイズ。フリーサイズって俺入らへんねん、フリーサイズが。これ漫画コーナー、こんなんあんの。え、お部屋で漫画読み放題。あ、こっちに漫画あんの。こっちに漫画がある。これは部屋に持って行ってはいけないのかな。10冊も持って行っていいんや。マジっすか。ちょっと持って行こうかな。ねなあかんやろうね。明日も5時半を出発やのに。まあこういう本があるということでございます。カレー食べれんの容器に。朝5時半からやってんのこれ。5時半から朝食食べれんのこれ。5時半。モーニングビュッフェって書いてるよ。我々の2人同じ部屋で寝ることになってまして、さっきベッド2つありますって言われて、当たり前やそら一つのベッドで2人寝ることはないでしょと思いながら、はい、いやいや、まあ今晩ねぐっすりして、明日はね三陸鉄道を楽しみたいと思います。では皆さん、また明日。